皆さんお待たせいたしました。今日の柏の葉コミュニティ放送局 K ストリームはつくばエキスプレス柏の葉キャンパス駅前ララポート柏の葉1階千葉大学側入り口ハックドラッグ前より公開生放送を行います。今マイク入ってますか、ね、入ってますね。すいません、さっきからちょっとマイクのトラブルが出ております。少々お待ちください。すいません、マイクが調子悪いですが大丈夫でしょうか。はい、すいません、途中で。柏の葉コミュニティ放送局 K ストリームは市民が作る市民のためのテレビ放送局です。放送はインターネットの U ストリームにてご覧いただけます。では今日のコーナー紹介です。少々時間がずれましたが、最初はオープニングとコーナー紹介、続きましては100人ボイス in 柏の葉、柏の葉にあったらいいなこんなもの、会場にいるお客様にインタビューをして聞きたいと思います。続きましては、お知らせコーナー、みんなの祭りとマルシェコロールのお知らせをいたします。早速な会場に可愛いお客さんがいらっしゃってますが、はい、で最後のコーナーは南京玉すだれ竹の会の皆さんによる南京玉すだれをご覧にいただきます。それでは最初からなかなかトラブルの久しぶりのララポートの公開生放送です。皆さん最後までごゆっくりご覧ください。はい、では最初のコーナー、ちょっと会場のお客様が少なくて寂しいのですけれど、100人ボイス in 柏の葉、柏の葉にあったらいいなこんなもの、このコーナーは3月23日土曜日の柏の葉キャンパス駅前で開催されたマルシェコロールで第1回目のインタビューを行いました。その日は UDCK 前に新しくできたプロジェクトハウスをスタジオに、スタジオ内に来ていただいたお客様と会場に、カメラを持っていき会場のお客様に答えていただきました。ちょっと今日会場の方にお客様が少ないので来ていただいているあのスタッフにちょっと話を持っていきたいと思いますが、皆さん顔出し NG の方いますかね。皆さん顔出て大丈夫ですか。じゃあちょっとあの唯一今いらっしゃるお客様にじゃあ最初持っていきたいと思いますが、すいません、あのカメラの前に来ていただいてよろしいでしょうか。いきなりで申し訳ありません。あの周りにいる皆様よろしかったらあのテレビにご出演ください。じゃあちょっと私が移動します。はい、こんにちは。うわ、はい、今日は、どちらからおいでいらっしゃってますか。近くの流れ山です。流れ山は、あ、じゃあ電車でいらっしゃったんですか。車で、はい。すいません、マイクが1本しかないのでなかなか難しい。はい、じゃあ流山にお住まいの最初のお客様ですが、先日 の, あのマルシェコロールの中で目指せ100人ボイスという100人を目指したんですが、残念ながら84人で終わってしまいまして、あと残り16人をなんとか今日目指したいと思います。あの周りにいる皆様ぜひご参加ください。はい、では目指せ100人ボイス、柏の葉にあったらいいなと思うもの何かありますでしょうか。私はよくわからないんですけども、あの友達がちょっと近くに住んでおりまして、あの図書館とか郵便局があったらいいなって言ってましたので、よろしくお願いします。そうですね、あの前回の放送の時にもやはり、郵便局とあの図書館っていうのが一番出た話なんですね。あ、すいません、マイクが一本ですいませんが、あとは10時以降に空いている居酒屋が欲しいなんていう話も。はい、そうですね。あのあのお勤めに帰りに来られる人が、ね、あるといいですね。そうですね、あの山は立派な図書館がありますので、はい、じゃああのもぜひ頑張って、はい、ぜひ柏の葉にも図書館を呼びましょう皆さん。はい、どうもありがとうございます。最初からありがとうございます。ちょっと会場に今お客様がいないので、今日ご出演いただく南京玉すだれの会の南京玉すだれ竹の会の皆さんにちょっとインタビューを持っていきたいと思う。カメラいいでしょうか。こっち回っていいですかね。ちょっと大変ですかね。すいません、皆さんインタビューにお答えいただいていいでしょうか。打ち合わせ中以上か。早速ですね、お 顔出していいですね。後で踊りますもんね。はい、じゃあ目指せ100人ボイス、あ、ちょっとこっち広いところで来ていただきましょうかね。じゃあ、はい、すいません、カメラさんブンブン回して、ですね、目指せ100人ボイス、今85人目、目指せ100人なのであと10何人かできれば周りの皆様ぜひご参加ください。じゃあ柏の葉にあったらいいなと思うもの何かありますか。ちなみにお住まいはどちらでしょうか。
私は成田の手前の安食っていうところから来たんです。成田すごい遠くからですね。田舎っていうかこんなね立派な建物に来てびっくりしてます。成田からお越しいただいていますが、あの玉すだれさんは柏の団体なんですよね。なんかあのお友達がみんないい人で私を受け入れてくれたんです。どうも。はい、あの竹の会さんの秘密は後ほどお伝えしますが、じゃあ、成田からお越しいただいてますが、この柏の葉のララポートっては初めてですか？初めてです。じゃあちょっとまだあんまり周り回ってないですかね。はい、すごく立派でウキウキ。じゃあ成田にあってここの柏の葉に見当たらないなってものなんかありましたか？ねえ、まあ成田、私は成田じゃないので安食っていうところは、ね、もう全部ないですね、うちの方じゃ。はい。100人の中に選ばれてよかったです。はい、あの100人に選ばれてよかった今日です。目指100人なので今いろんなインタビュー受け付けておりますので、ありがとう。続きましてぜひいればお参加ください。皆さん続々ともう身内で行くしかないので、会場のお客様がいないので。すいません、竹の会代表の佐川さんに来ていただいちゃいました、いきなり。じゃあちょっともうちょっとこっち来ましょうかね。はい、ではですね、あ、できればあの周りの皆さんぜひあのご参加ください。柏の葉にあったらいいなと思うもの、100人目指して今インタビュー中です。今86人目です。あの皆さんあと10何人ぜひぜひご参加ください。じゃあまずはあの竹の会の佐川さんに、お住まいはどちらでしょうか？花の井です。はい、花の井ということは本当近いですね。はい。はい、今ちょっとマイクが1本でも2本持ってきた、すみません。マイクをじゃあちょっと持ってっていただいていいですか？すいません、はい、マイクを2本、あれこっち入ってないか、入ってますか、聞こえてますか、こっちのマイク聞こえてますでしょうか？大丈夫、あ、すいません、あ、聞こえてない、ちょっと低い、こちらのマイクちょっと低いということで、あら、いいかな。じゃあ続きまして、目指せ100人ボイス聞こえてますか？マイクがちょっとやっぱダメか、1本ダメだ、1番がマイク、あ、入りました、すいません、いろいろ最初からトラブルが起きておりますが、じゃあ佐川さんにお聞きします。花の井在住の佐川さん、柏の葉にあったらいいなと思うもの何かありますでしょうか？ララポートの中なんですけど、はい、私たちあのシニア世代が着るようなお洋服があんまり見当たらなくて、はい、若い子のが多いんですね、はい、私の世代でもないです。そういうお店があったらいいなと思います。はい、あの、はい、ララポートさんよろしくお願いします。はい、じゃあ続きましょう、会場のお客様に、はい、じゃあちょっと前に来てもらっていいかな、ごめんね、じゃあカメラの前に来てください。マイク持ってくれるかな、自分で持てる、喋れる、トーマスアンドがあったらいいな。じゃああのね、あっちのカメラを見られるかな、2人ともあっちのおじさん見てくれるかな、おじさん、トーマスアンドがあったらいいな、うん、何があったらいいな、トーマス、あ、じゃあ僕はいくつですか、お兄ちゃんはいくつですか、4歳、妹は、妹、あ、マイク喋っていいよ、妹は2歳、妹は2歳、今日は誰と来たんですか、ママと来た、うん、ママはテレビダメですか。よろしければあの一緒に参加していただくと、ま、ママが NG でした。じゃあこうちゃん、あったらいいのはトーマスが欲しい、じゃあトーマスランド、トーマスランドが欲しいそうです。あの皆さんよかったらあのインタビューに答えて、じゃあ竹の会さん続きましてお願いします。ちょっと今お客さんが途切れました、ぜひぜひ。いやいやいや、あの皆さん譲り合ってるとなんかすごい寂しい放送になってしまうので、できればじゃあうちのスタッフに聞いちゃいますか。ありがとうございます。はい、なかなかあの人の集まらない目指せ100人ボイスではありますが、寂しいですね、はい、そうです、寂しいですね。あのもうちょっとお客さんがいらっしゃるかと思ったんですが、はい、はい、ちょっとじゃあマイクを近づけてもらったので、ここ近づけて、はい、口にあのマイクを近づけて、あ、はい、はい、カメラあそこです。はい、はい、では、お住まいはどちらでしょうか。
あけぼの山の近くの、あけぼの山、伏新町と言います。はい、私も伏せに住んでおります。あら、実はご近所さんですね。お隣同士でしたかしら。密かになんかどっかで会ってるんじゃないかという。そうですね。はい、じゃあ、伏せにお住まいの、はいはい、じゃあ柏の葉はよくいらっしゃいますか？この辺はあんまり来ないですね。今日は初めてですか？そうでもないですけど、はい、一等最初の頃よく来ました。はい、はい、並んであのフランス料理など食べました。すごいですね。はい、じゃあこの柏の葉になんか足らないものって何か感じたことありますか？お花屋さんがあったらいいんじゃないかしら。お花屋さん、ララポートの真ん中にありますか？一軒あるです。じゃあ今度、じゃあまだ見つけてないんですね。じゃあ、はい、拝見します。はい、はい、でそういうお花屋さん、じゃあもっといっぱいあればいいですね。あの目立たない、結構目立たないところにあるので。あ、そうなんですか。多分中歩いていかないと見つからないのかもしれないですね。あ、そうですか。はい、はい、すいません。いえいえ、ありがとうございます。続きまして、すいません、竹の会の皆様、続々とお願いいたします。これここ、はい、目指せ100人ボイス。なかなかちょっと今日周りにお客様が、放送が始まった途端お客さんがいなくなってしまったんですが、どなたか周りにいらっしゃいませ。あ、ありがとうございます。あの準備をしていただいただけの会の皆様にご無理をいたしてすいません。じゃあマイクを。はい、じゃあ、こんにちは。こんにちは。マイクあそこです。すいません、あの始まる前のドキドキしてる時に。あ、そうなんです。はい、じゃあお住まいはどちらでしょうか？西山です。西山っていうのどの辺？境根ってご存知ですか？あ、わかんない。すいません、境、千葉県です。光が丘のちょっと向こうの方です。光が丘、はい、じゃあだいぶ遠いですね。うん、まあ遠いです。じゃあ柏の葉はよくいらっしゃいますか？いや、よくではないです。よくたまって、はい、3、4回ですかね。じゃあ、はい、でですね、この辺に来て、柏の葉の前に、はい、あの柏市の、はいはい、駅前があるので、はいはい、そこでもう全部用足しちゃうんです。あまりじゃ柏の葉はいらっしゃる、はいはい、残念ながら今日久しぶりみたいな。え、そうです。貴重なラポートですね。はいはい、この辺で、あ、マイク入ってますでしょうかね。あ、入ってますね。柏の葉じゃ あまりいらっしゃらないということなんですけど、何かあったらいいなと思う、何かありますでしょうか？あったらいいな、何がないのかわからないので。じゃあ、ですね、もしここでお買い物をしようと思ったんだけどなかったとか、食べたいんだけどなかったとか、なんかもし気づいたのがあれば。先ほど佐川さんからもお話がありましたが、はいはいはい、洋服ですね。あ、洋服、この年寄り向きの洋服を。普段はどちらでお買い物をされて？柏です。あ、柏、はい、柏の葉キャンパス駅前、柏に負けてるようです。年配の方も買える洋服屋さんをぜひお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。ドララポートさんにお願いしておきます。はい、じゃあ続きまして、あと出てない方いらっしゃいましたっけ？すいません、無理やりな企画で申し訳ございません。こんにちは。はい、こんにちは。すいません、じゃあもうちょっとこっち来ていただいていいですかね。はい、はい、またまた竹の会の皆さんにご協力いただいて、目指せ100人ボイス、柏の葉に あお住まいどちらでしょうか？隣の阿鼻子です。阿鼻子、はい、私もギリギリ阿鼻子に近い柏市におりますが。はい、柏の葉にあったら、よくいらっしゃいますか、この柏の葉は？やっぱりあんまり来ないんですよね。じゃあ今日は初めてではなく、何回目？初めてではないですけど、はい、はい、今日なんかこの店に行きたかったんだけどなかったわとか、なんかありますか？なかなか今日、じゃあお昼は食べたいものが食べられましたか？あの目指したものがありました？はい、ありました。今日じゃあちなみにお昼何を食べるこんなこと聞いちゃっていいのかしら。大戸屋さんで。あ、大戸屋さんで、ね、大戸屋さん、いろいろあって美味しいですよね。というあのララポートで満足なようです。あとはどなたか、よろしければあのインタビューにお答えいただけますでしょうか？あ、すいません、持たせてもありがとうございます。あのただいまあの目指せ100人ボイスといいまして、柏の葉にあったらいいな、こんなものというのをインタビューさせていただいております。できればあのよろしければ前に出てきていただいて、お顔大丈夫でしょうか？映って大丈夫ですか？すいません、早速じゃあマイクを。すいません、いきなりあの来ていただいた途端にインタビューで申し訳ありません。すいません、じゃあこんにちは、改めまして。こんにちは。はい、あ、じゃあカメラ、すいません、向こうの。はい、ですね、お住まいはどちらですか？花の井です。あ、花の井ですか。じゃあよく柏の葉はいらっしゃいますか？たまにです。たまに。じゃあ今日たまたまお越しいただいたということで。はい、じゃあ柏の葉にあったらいいな、こんなものっていうちょっとインタビューをさせていただいてるんですけど、何かこう来てこれが買いたいんだけどないとか、何かありますか？そうですね、
郵便局があまりない。郵便局はやっぱりそう、花の井、あれ花の井だとどこに行きますか、郵便局。花の井の方は結構たくさんあるんです。竹蓮寺にもありますし、やっぱでも竹蓮寺まで出ないといけないですかね。竹蓮寺もありますし、松葉町にもありますし、あ、そうですね、すね、やっぱり郵便局、そうな、この町は新しい町なんですけど郵便局がなくて、なんか皆さんすごく不便をされていると。そうですね、うん、コンサートホールみたいなのもできたらいいかなと。そうですね、これだけ広いので。そうです、それはいい。あ、何か音楽は聞かれますか普段。いや、昔の夏メロじゃないです。昔の柏ではよくありますよね、コンサートとか。そうですね、せっかくこの柏の花も広いので、そういうホールができたら楽しいですよね。はい、はい、すみません、早速あのお越しいただいた途端にありがとうございます。はい、目指せ100人がちょっと100人いけない感じでしょうか。じゃあ今日はこの辺にしときましょうかね。はい、じゃあ皆様のご協力ありがとうございました。目指せ100人募集、今日で90人ぐらいいったんですけど、あと10人はあの次回に持ち越したいと思います。はい、ではですね、続きましてのコーナーのお二人準備できますでしょうか。よろしいですか。いいのか。こんにちは皆さん。今日はあのこの後に大変華やかな玉すだれの皆さんもいらっしゃってますので、簡単にあの柏の葉キャンパス一番街で行われます第4回みんなの祭りのお知らせをお伝えいたします。13日の土曜日ですよね。そうですね、10時から4時までです。いろいろあるんですけども、何からお伝えしたらよろしいですかね。そうですね、たくさんいろいろありまして、あの簡単、一番あれはあのあれですね、ワークショップルームで行われます11時から2時まで防災セミナーなんですね。でこれはあの皆さんもあの防災では関心がたくさんおありですので、あの用意はなさっていると思いますが、その上にあの世代別にお子様のいらっしゃる方にはこういうものがいいとか、高齢者のいらっしゃる方にはこういうものをという、あのいろいろ少し工夫したことをお話しいただけるそうです。ぜひあの参考になさってください。 それから、うん、それからあのコーラスなどもありますね。はい、あのコーラスがありまして、あのこれはあの柏の葉キャンパス一番街の、有志の方たちなんですけれども、名前がコーロフォーリエというあのコーラス あの合唱団なんですね。で他にあのハッパッパ体操とかもありますので、ぜひあの近くの方というか皆さんあのお集まりになってあのご覧になっていただきたいと思います。お庭でとても練習なさってましたので、きっといい歌声があの聞かれることだと思います。それとですね、もう一つ UDCK がですね、開催場所は UDCK なんですが、2時から3時まで、現地であの東日本大震災から1年半経ちました、復興から再生への岩手ということで、あの現地で取材した記者の方が当時の様子現状について語っていただけるそうです。ぜひこれもあのお聞きになっていただきたいと思います。それと寄進者なんかも出るそうですね。そうですよね。で、あのぜひもう、ね、こういう機会にあのいろいろ講演会とかありますので、あのご覧になっていただきたいと思います。あのマルセコロールも同時に開催されますので、あの大変にぎやかな土曜日になるんじゃないかと思います。そうですね、
いろいろとお店なんかもね出るんですよね。はい。葉っぱ体操なんかもあるそうですので、葉っぱ体操ですよね、はい、そうですね、葉っぱ体操ですね、あと柏踊りもあるそうですよね。あ、そうですか、ね、はい。まあ、陽気に誘われまして、ご家族でまたお友達と、ね、天気もね、いいんですよね、お出かけくださいますように、ね、ですよね、あ、これ見せなきゃいけないですね。あ、ごめんなさい、どこ割りしてるかわからなくて、わかりますでしょうか、出てますか、映ってます。おもちゃ病院とか、アスカの絵画展示とか、いろいろもう盛りだくさんですので、どうぞプラプラとお出かけになってくださいますようにお願いいたします。では、次にこれでいいですか。南京玉すだれの皆さんですよね、はいはい、竹の会の方たち、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
がとうございました。ようやくあの会場に人が集まってきましたが、はい、南京玉すだれ竹の会の皆様による、まずは正統派の南京玉すだれを皆さんにご覧いただきました。ちょっと今あの次の準備がありますので少々お待ちください。はい、じゃあお疲れ様、改めましてこんにちは。こんにちは。今大丈夫かな、もうちょっと前行きましょうか。はい、素晴らしい。 ありがとうございます。あの私生で玉すだれ見たのありがとうございました。初めてびっくりしました、ね。はい、すごいですね。はい、じゃあ、南京玉すだれ竹の会の代表、はい、佐川さんです。はい、皆さんどうもこんにちは。あの温かい手拍子どうもありがとうございました。徐々にあの会場集まってきてよかったですね。そうですね、ありがとうございます。よく上中もさっきいっぱい見てかいらっしゃいましたね。はい、あの私たちはあの南京玉すだれ竹の会と申しまして、はい、平成の20年にあの結成しました、あの南京玉すだれを楽しむ会でございます。はい、それであの見てると難しそうなんですが簡単なんです。そうなんですか。あれを持つだけでも大変そうなんですけど、あの一番難しいのが、はい、さっきみたいに矢投げを作った時に、はいはい、あの元に戻すのがとっても大変 で、 そうです、ね、今あの終わった瞬間皆さんがすごいわたわたそう、そうなんです、片付けに入ってましたね。であの5年ぐらいかかるんです、上手に入れるには。らら、私たち今4年11ヶ月なんで、もうちょっとベテランの方では来月だったらもっとね、お上手にお見せできたのに本当に残念です。これはいつも言ってることですけど、十分すごかったんですよ、はい、私から見たら。じゃあ、まあ、竹の会、じゃあもうちょっとなんかどんな会とか説明をしていただいていいですか。普段はあの高齢者の施設に、はい、あのボランティアで行ったり、はい、あと町会 の、 あの老人会みたいなところ行って演技をしたり、はいはい、あとあの柏祭りとか、はい、チューリップ祭りとかに出させていただいて、はい、あの皆さんに楽しんでいただいている会です。はい、あの、はい、皆さんは普段はどれくらいの頻度で練習されているんですか。月に1回あの中央公民館で練習してます。月に1回だけなんですか。はい、そうです。すごいですね。で大体今12人ぐらいいるんですけど、今日はあのその中から選抜メンバーで、選抜メンバーあの今日全部で 何名でしたっけ。今日は12人のうちの選抜メンバーで7人です。まあまあ、7名、あの12人、はい、ベスト7です。ベスト7です、はい、よろしくお願いします。よりすぐりの皆さんに来ていただいて、そうです、今日は皆さん幸せだと思いますよ。貴重な玉すだれを見られるという。じゃ あ、 あの皆さんメンバー紹介大丈夫ですか。はい、わかりました。準備でちょっと忙しいですか。大丈夫ですか。メンバー紹介しますけど、メンバー紹介大丈夫でしょうか。あの私が一応、はい、あの名前だけなんですけど、いえいえ、あの会長しています佐川と申します。あのみんなからボコちゃんと呼ばれております。はい、よろしくお願いします。私は一応です。それで一応さん、一応、あ、一応綺麗ななんとか一応さんで、はいはいはい、綺麗な一葉と書いて、ね、一応さん、一応です、一応さんです。あの竹の会ナンバーワン、若いナンバーワン、若い若手ナンバーワンです。よろしくお願いします。その次は若手ナンバーツーを狙っております。じゃあ徐々に若手からいくんですね。ミーバと申します。はい、あ、こんにちは、ヤマちゃんです。若手10ぐらいです。徐々になんかランク付けがされておりますが、だんだん下がってスターを目指してます。本ちゃんです。いや、スターは一番なんじゃないですか。私はかよちゃんです。一番のお年寄りです。あ、一番でも元気がいいですね、かよちゃん。はい、最後男性お一人、竹の会唯一男性でございまして、はい、私が一番の高齢者になります。キムタクです。キムタクさん、あ、本名がそんな感じな名前なんですか。あの一番高齢ですがキムタクさんです。よろしくお願いします。このなんか師匠という方がいると言われていたのはキムタクさんがよく師匠と呼ばれているんでしょうか。あ、あの大体男性がいつも一人でいると、はい、あの私たちがいるといつも師匠だと思われてます。ああの全体のメンバーで男性はキムタクさんお一人なんですか。一人なんです。はい、貴重なメンバーですね。はい、ずっと続けてほしいですね。そうですね、頑張ってください。はい、ですね、この玉すだれには伝統というか基本の型があると、はい、あのさっき見せていただいたあれがそう、はい、じゃあちょっとここであの皆さんお一人一人あの技を見せていただいてよろしいでしょうか。はい、じゃあ得意な技で、何か、あ、基本でいきます。あ、じゃあ私も、あの浦島太郎さんの魚釣り竿で、魚釣り竿だそうです。はい、あのあ、これで魚を釣っちゃうという、こ
これ竿、魚釣り竿の形だそうで、じゃあ続きまして次々とじゃあ披露していただきましょう。橋ですね。橋、はい、手賀沼大橋です。手賀沼大橋すごくあのご近所にある感じがはい、何門、門です。門です。あの橋と門が割と近い感じですか。でも門、門、門、あの家とかあれの門ですね。はい、はい、続きましては、はい、お昼時そば屋の看板です。あのたなびいてる感じですね。あのおそばとか、夏だと氷って感じですかねはい、じゃあ、なんかすごいでっかい技が、これはこれは阿弥陀如来。かよちゃん聞いちゃいましたからこれは何でしょう。これは阿弥陀如来です。阿弥陀如来 の、 あの周りのあれですね、ここです、あのキラキラしてる、はい、あの部分ですね。はい、ラストを飾っていただくキムタクさん、どんな技が。ほかけ船です。あ、ほかけ船、あ、船の帆の部分を表してるんですね。というあの玉すだれなのですが、会場の皆さん、ちょっとこれをぜひ体験してみませんか。あのよかったら、あの一応簡単にできるのもあるらしいんで、何名でもいいのでぜひあの前出てちょっとやってみませんか皆さん。僕、じゃあ 僕よかったら来てくれる。いい、じゃあ持ってみようか。じゃあお姉さんにもらってこれ1個。じゃあ、あ、もしあの他にあの触ってみたい方とかいたらぜひあの前に出てきて、テレビ映っちゃいますけどよろしければ前に出てきてください。ぜひぜひ皆さんの貴重、あ、すごい、もうできちゃった。いきなり阿弥陀如来ができちゃう。あのお子様でもできるので皆さんよかったらあのぜひぜひ前に出てきていただけると嬉しいのですが、あのなかなかこの玉すだれを触れる機会ってめったにないと思うんで、あのぜひぜひ体験して、じゃあ次なんかもう一個ぐらいできるかしら。僕なんかできますかね、お子様にできる。あの皆さん今のうち会場の皆さんちょっと捕まえてください次 何ができるんだろう、なんだろうな、なんだろうな。ボーテリザオ、ボーテリザオ、魚釣り、あ、すごいね、ビュンビュンしちゃうね。ママすごいよ魚釣り。あのよくあの今あのいろんな場所で体験していただいてますが、あのよかったらあのスタッフもどうぞよかったら体験してみませんか。ぜひぜひ、あのアラちゃんどうですか。あの本当にめったに触れない、あのじゃあぜひぜひ、あのなかなかすごいことになってる会場のないカメラさんがどこを追っていいのかという状態になってますが、 あすごいです。僕あのママに今ちょっとテレビには映っておりませんが、今僕が、あ、すごいすごいすごい、あの今スタッフアラちゃんがやっております。あ、これはこちらでもなんか続々と阿弥陀如来中ですあ、じゃあぜひぜひ、 どうですかアラちゃん、簡単ですか。いやいや、なんか簡単なようで意外と難しいです。これ引っかかったらどうなるんでしょう。これは重たいんですかね。ちょっと 片手でやると重たいです。これ戻すときに何かコツとかあるんですか。戻すときは今の来た方向に素直にスル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 、ひねっちゃうと戻らなくなっちゃう。上げるんだけど、そのゆっくりと素直に戻していく。ここでもうなんかすぐ熟知してしまっている。なんか今私の前で続々と皆さん体験していただいてますが、皆さん今同じ技をしてますか。あ、いろいろやってますね。いや、なんか続々といろんなことになってますが、今皆さん共通で同じものってできますか。あ、門ができました。あの他の皆さんと